どうも、こんにちは。はい、今回ですけども、今日はですね、先週、ウィーク12ですね、の方でオンラインで買ったものがですね、届いたんで、そちらの方を紹介したいなと思います。で、買ったものがですね、ベーシックビーニーと、あと T シャツの方ですね、2点買いました。はい。で、まずですね、1点目、こちらですね、ベーシックビーニーになります。まあ、これシンプルな帽子で、で、これパッと見これ届いた時、見た時に、なんかえらいちっちゃいなと思ってですね。で、前々からコメントで、視聴者様の方に、ベーシックビーニー昔からありますよっていうことを聞きまして、で、結構ピチピチですよっていうようなコメントいただきまして、で、まあ、これ見るからになんか最初ちっちゃいなと思って、で、あと今この定番の被ってるビーニーと重さがですね、えらい違って、これめちゃくちゃ軽いんですよね、これ。で、値段もやっぱり、普通のやつよりちょっと安いんで、と思ったんですけども、なんかこれ今パッと見た感じはなんか、チャッチー感じですね。で、一応ここに、まあ、ワンポイントでね、これ、一応こういうふうに、シュプリームってついてるんですけども、めちゃめちゃ軽いですね、これ。はい。で、一回この、被ってるものと一回床に置いて並べて、置いてみたんですけど、大きさはなんか、そんなに変わらずにですね、ただこの折り曲がった部分がない感じっていうイメージですかね、パッと見。はい。まあ、あとでこれですね、ちょっと被ってみて、一回ちょっと見ていただきたいなと思います。はい。で、続いてですね、2点目が、T シャツですね。はい、こちらになります。マーティン・ウォンの T シャツで、ここに、胸元にちょっとワンポイントで、シュプリームって書いてありまして、で、裏がですね、プリントになってまして、こんな模様ですね。な、これ、なんですか、ビルですかね。ビルが書いてあって、下の方にちょっとちっちゃいボックスロゴのシュプリームのマークがついてる。ものですね。はい。まあ、別にまあ、普通の T シャツって感じですかね。はい。まあ、これもなんとなく買ってみた感じですね。はい。では、こちらの2点になります。はい。ではですね、一応早速、試着したいなと思います。はい。ではですね、今これ、ベーシックビーニー被ってみたんですけども、まあ、こんな感じですね。まあ、まあ、ぴったりなのかな。ちょっと横から見るとこんな感じで。で、後ろがこんな感じですね。まあ、なんで、まあ、自分結構髪型が坊主みたいっていうか、まあ、髪の毛短いんでいいんですけども、これ結構髪の毛がボリュームある方だったら、結構きついんじゃないですかね、これ。まあ、一応こんな感じで多少は、まあ、まあ、そこまでめっちゃピチピチってわけじゃないですけども、ほんとギリギリって感じですかね。本当にさっきのビーニーに、折り曲げた部分の余裕がない感じっていうイメージですかね。まあ、なんで、まあ、どうなんだな、なんかちょっと微妙な大きさですね。もうちょっと若干、自分的にはもうちょっと、ちょっと大きい、ボリュームがもうちょっと欲しいかなって思うぐらいですかね。ほんとギリギリ、本当にちょうど、なんていうんですかね。ちょっと表現しにくいですけども、ほんとぴったりっていう感じですかね。まあやっぱこのビーニー見ると、やっぱりいつものちゃんとこうやって折ってあるやつの方がいいかなと思いましたね。なんかやっぱ視聴者様の言ってること間違いなかったですね。なんかちょっとピチピチ感がありますね。はい。なんで多分これ、まあ2枚目はいらんかな。これよかったらもう1枚買おうかなと思ったんですけど。いやーちょっとこの大きさは、ちょっと微妙かもしれないですね。まあ、髪の毛短い方だったらいいと思うんですけど、長い方とかだったら結構バランス悪くなるような気がしますね。はい。っていう感じになります。ではですね、次早速 T シャツの方を見ていきたいと思います。はい。では着るとこんな感じになります。私が今これ着てるのが身長173センチで、体重が72キロで、サイズが M になります。はい。こんな感じになります。まあ、シンプルな胸元がシュプリームって書いてあって、まあ、後ろがですね、まあ、結構派手めな感じのプリントですね、これ。はい。はい、お願いします。まあ、今これ M サイズなんで、まあ、やっぱり身幅が余裕があって、まあ、でも S でぴったり着るよりは、最近これぐらいのサイズ感が好きですね、自分的には。はい。で、カラーもグレーを選択したのが、まあ、黒とかネイビーだと結構数回選択するときやっぱりだんだんまあ、剥げてくるというか色褪せてくるんで、まあ、これだと結構長く着れるかなと思いまして買いました。はい。で、あんま自分的にはですね、あんまりこういうプリントですかね、こうやっていっぱいプリントが
前面にこれバッてやったやつあんま好きじゃないんですけれども、まあ、なんでかというと結構あの前以前このバナーティーですかね、こういうバナーティー買ったんですけど、まあ、だんだんやっぱりこれ数回着てるとだんだんちょっと微妙ではありますけど、なんかこうだんだんちょろっとなんか割れてきてたりするんで、まあやっぱ T シャツ、まあ結構こういうプリント系の T シャツはまあそんなにまあ持たんかなって感じですかね。はい、まあなんでまあ T シャツもまあ自分的にはそんな長く着れるとは思ってないんで、で買った形になりますね。まあこれがちょっとあのパーカーとかになるとやっぱり長く着たいなとなるんで、あんまりこういうなんか全面的にプリントしたいのはちょっと買わないですかね、自分的には。この刺繍とかだったらいいんですけど、まあなるべく T シャツぐらいだったらいいかなと思って買いましたね。はい、ではこんな感じになります。はい、ではいかがだったでしょうか。まああの T シャツはまあ無難なんですけども、この帽子の方ですね、今この被ってるものベーシックビーになるんですけども、まあちょうどこのぴったりっていうんですかっていう感じの感覚になるんで、まあ、自分はこれほぼあの坊主みたいな髪型してるんで全然問題ない、まあこうやって被ってるまあ別に、まあ、なんとか普通かなって気がするんですけど、髪の毛多い方だったらちょっと微妙かもしれないですね。やっぱりあの普段のこっちのやっぱりこういう定番のビーニーとかの方がボリュームがあってこっちの方がいいかなと思いますね。まあなんでこれ本当髪の毛短い方じゃないとちょっときついかなって気はしますね。はい、もう最初これ届いた時に見た瞬間もなんかあれちっちゃいなと思って、でも並びの時はそんな大きさは変わんないんですけど、なんかすごいスカスカ感っていうんですかね、重さが全然ないんでなんかすごい安っぽいような感じですね。まあやっぱ値段が値段でその分やっぱあの定番より安い価格になってるんで、まあそれもちょっと見て納得って感じですかね。はい、まあなんでちょっと今回はこの帽子はちょっとあんまりちょっと失敗しちゃったかなっていう気はしますね。はい、はい、ではこちらで以上となります。またですね、何か随時購入したりですとか、何かありましたら随時ですね、あの動画の方で紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、あとは話は変わらず、今週のウィーク13ですかね、なんかあの、写真集が出るみたいですね。なんかあの、シュプリームの2010年から2018年の歴史なのか、なんかそういうフォトブックみたいな、なんか写真集が出て、写真集と、ポスター、あとなんかオリジナルのなんかステッカーボックスロゴのステッカーみたいなものがついてるっぽいんで、まあって感じなんですけども、やっぱシュプリーマーだったら買うのかなっていうで、ね、あと値段ですよね。 2,3,000 円くらいだったら全然買ってもいいかなと思うんですけども、結構なんか351ページぐらいまで結構なんか分厚そうなものになるんで、結構 5,6,000 とか下手したらもっとするのかな、なんとも言えないですけど、1万円ぐらいしたらどうなんだろう。 2,3,000 円だったら欲しいなと思いますけども、まあ果たして今それが今リークに出てて、あと何が出るかっていうのはちょっと出てないんで、またそれは出次第あの随時また動画の方で紹介したいなと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。